てんてんてん。石川県白山市長島町6番地出身高畑舞21歳クロスアーマーだまーだまー。あれ手の角度がおかしいぞ。最近悩みがあるんですけど、私がお風呂に入ってリラックスしても音楽も聴いてハッピーハッピーな気分になってると大谷が覗こうと必死になってくるんですよ。もう気持ち悪すぎて、もう舞ちゃんどうすればいいの。お風呂から上がった瞬間にドア開けてきたり窓から顔を覗かせたりして私のことをスタンバイしているんですよ。本当にマジで申し訳ないっていう気持ちはねえのか、あの男には。何裸見ようとしとんけんって、このシスコ兄貴って言うと、お、猫かばってただけだよ、よちよちとか言って、猫もいないのになんか見ず知らずのそこら辺の桶持ちながら言うんですよ。バカせねえのか、あいつマジで。ごまかさの嘘でごまかしてくるんですよ。あいつ嘘わかりやすいんですよ。顔にも出るし、どんだけ追い返してもまた戻ってくるし、もうどんだけしつこい男なんだ。だからじゃなんでできねえんだよ、バカタレッチ。この動画の高評価、絶対押してくれよね。私自身、この体をタオルで守っていることが多くて、謎の勘が働いても、絶対に見られないような防御ができているわけですよ。だから絶対に、体を見られてないと思うんですよ。ポケットから、鼻が出てきた。これは大学の授業中、私が鼻くそのです。まあ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 、あいく。兄は私のこと妹としてではなく、もう異性としてはっきり見てるんですよね。もう気持ち悪いってあれしね。気持ち悪いってあれしね。感情が抑えられなくなって、あってはいけないことが起きてしまっては、もう遅いのであす。兄弟同士の恋愛、皆さんどうも、シンキングタイム。チクタク、チクタク、チーン。こっちの可愛い猫ちゃんがおるので、ちょっと連れてきます。東海オンエアさんの動画では、ワンがいると言われていましたが、うちにいるのはニャンですからね。出演者じゃなかったら殴って家出てきたいレベルなんですが、まだ車のローンとか出費も多いので、兄の YouTube の養いなしでは一人暮らしなんてできるわけないので、今回打開策を模索してよ。兄弟で24時間スライム風呂生活してみた。次マジ早いもんや。何やってんやお前、今日曜の真っ昼間から何しようとしてるんだよ。早く行くよ。もう眠たいんやんでや。一緒にスライム風呂入るわよ。俺がいつも覗こうとしたらお前嫌がってるくせに、どういうこと。早くギャー。何やった、何されたホルマ。ギャどうしたん。あんたいつもいつも前のお風呂ばっか覗いてくるやろ。そんなんやったら一緒にお風呂入ってお風呂嫌いにさせようかなと思って、そしたらあんた覗いてこんやろ。うん、そうやね。よし、行くぜ。え、どういうこと。ちょっとお母さんとかよ。ギャー。どうしたんこいつ。新種のスズメだ。さあ行くぞ。何やこの洗濯のりと放射の数。この日のために私が用意しました。いくら俺と風呂入りたくないっつも、これ何するつもりや。だから言ってん、洗濯のりと放射を使ってネバネバの。いや、ふざけんねんお前。ネバリネバリ。それでネバネバ。それ入ることによって、なんで俺がお前の風呂に覗かんって近いの。え、だって嫌いになるやん多分。俺絶対選んでも帰る。ちょっと待ってよ。こんなに買っちゃったんだから一緒にスライム作って一緒に入る。ちょっと待いな、これ無駄遣いしすぎじゃないの。しかもスライム風呂ってわけなのかな。すんで後で掃除するのが出ないと思ってるな。まいちゃん、このスライム風呂を使って24時間お兄ちゃんと生活することによって、きっとお兄ちゃん前から離れたくなると思うよ、どんな時も。いや、それ関係ないと思うよ。何やってんの。どこいつの間におったんだ。いや、何やってんの。いや、お前今日会社じゃないっすよ、仕事じゃないっすよ。いや、分かってるよ。でもなんかお風呂場に来てくれって、舞がさ、風呂場で楽しいごっこしようって言うからさ。何今日定休日なのに俺の働いてる会社の社長わざわざ呼ぶん。だってさ、社長さん来たら楽しくなるかなって。じゃあ今日楽しいことしようよ。はい、まずは洗濯のりを大量に入れます。これは時間がかかるやつでしょ。この年になって覗くてやばいよ。普通にいい思いせんやん。小さい時と何が違うの。体が違うでしょ。体が発達してきてるからやっぱり恥ずかしいやん。発達してないじゃん。きついなー。風呂に洗濯のり60リットル入れました。次、水を60リットル入れていきます。待って、ちょっと待って、これさ、風呂ぶっ壊れたんじゃないの。楽しい。ねえ、俺に風呂覗いてほしくなくてここまでのことする。だからあんたが風呂覗くから悪いねんて。そう、しょうがねえやんけ。元々言えばお前のせいやわ。いや、しつこいやん。俺好きやもん、お前のこと。だけどやっていいことと悪いことあるやろいね。え、でもほんならちょっと窓からさ、チラ見するくらいいいやん。こっから覗いとっただけやよ、ちょっと。そんなもん変質者やぞ。え、何ダメっすかね。兄弟やもんな。そうっすか。いやいや、兄弟に罪なんかもしれんけど、あんたこれ他人やったら完全に訴えられとるからね。義理の妹やったらやばいかもしれんけど、俺ら血繋がってるもんね。やべえ、触らんといて。あ、そういうところ。俺ら何しとるの、お前。あんたが聞きとった。お母さんと破局して俺、棺桶に入ってそのまま死んだと思った俺。誰がお前。お母さんといつは破局した。破局してねえし。あ、まだ離婚してないの。してないよ。あ、そうな。エステで働いてる人みたいじゃない。メンテステ。メンテステ働いてんの。いや、働いてる人じゃない。俺こんな手慣れた感じ。おい、風呂長すぎ、どうするわ。これ、流れないから手で全部使う。お客さんどこから来たんですか、ね、大阪から来ました。あ、ここ熟女秘密クラブですか。あ、そうですよ。この秘密クラブいくらですか。じゃサービスでいただきます。どのサービスですか。その分サービスさせていただきます。どんなサービスですか。試してからのお楽しみです。だいたい1回
来られた方は2回目、2回目来られたことは3回目で、そして私の常連になります。超苦しいやろお前。女の人ってやっぱ50代が一番花盛りって言うんですよ。あ、新しいお客さん来ましたよ。あ、いらっしゃいませ。お、何するところ50でも続けるのこの仕事。だって食べていけないんですもん、私にはこの仕事しかないんです。食用色素で色を作りたいと思います。お前やば、混ぜる混ぜる混ぜる。はい、緑色に混ざってきております。お兄ちゃんがいつも前のお風呂入っとる時絶対覗いてくるんやって。だからこういうことしたら絶対覗いてこんくなるはずや。こんなの気持ち悪いねんて。妹の分部屋風呂入っとるところ覗くって気持ち悪いな。浮気男に言われたくねえわ。うるせえわお前、浮気男もクソもねえわ。そんなもんどうでもええって。もう飽きて10年ぐらい前の話だろ。お前知らんわ。そんなもん2年前の話だろ。何も。最後に放送を溶かしてお湯を入れます。何を発狂しとるな、うるせえな。固まってきたよ。親子で共同作業やね。ねえ楽しいね。ねえスライム作るって楽しいね。ねえ楽しくねえよお前。これもう頭おかしい。もう世にも奇妙な家族や。お前のせいよ、こんなん作らんなんだ。ほら水飴みたい。すごい。ねえ、美味しそうじゃない？ねえ、糸みたい、めっちゃ。この中に入って一日生活するはちょっと至難の業だぞ。いや、結構冷たいわ、てか。チェーン気付けよ。チェーン絶対抜いたら終わるよ。排水口もおじゃん。大変や。なんでこんな企画にしたあんた。元はといえば、あんたが前のね、風呂覗くし、こんなことになってんのにね。そんなもん、そういう風に育てたあんたが悪い。スライム風呂が完成しました。イエーイ。ということで、入っていきましょうか、お兄ちゃん。いただきます。はい、じゃ、ズブズブ。あ、よだれ出た、ごめん。汚い。よだれのエキス入りました。じゃあ僕も入ります。うわ、やっぱ弾力すげえ。やばいね。あ、でしかもこれさ、冷たすぎてやばい。ねえねえ、これさ、千と千尋のあれ思い出さん。何？千と千尋のあのドロドロまみれになったお風呂で。よきかなさあ。くだろ。そう、それ。冷た。待って、これ埋もれる、これ埋もれるね。まえちゃん、今日女の子の日なんだけど、お腹冷やしたらやばいんだけど。待って、こっからやばし。待って、スライムのネバネバが辛いと思っとってんけどさ、あの、これ冷たい空間が辛い。ガチ冷たい。やばい、やばい、なんだら。お湯加減はどう？え、ほんとやばい、これ。お湯、ほら、あーすごい。見て、これ。ほら。待って、めっちゃ冷たい。これ、肩まで疲れんわ、もう。だから、お湯加減どうやって。ふざけんなよ、お前ら。しかも、起き上がろうと思って起き上がれん。こんな企画よくやるな、お前。今からゲームするか。待って、もうやらんときやがった。ゲームしようか。俺が高いことどうすんの、お前。いや、お前ら、お前結構高いな、ドリーム飛ばすって。ほら。当たり前やわ、いくらすると思うんだね。あー見て、これすごい。うわ、すごいね。やば。これは確かにお前のこともう覗く気なくなるわ。やろ。やば、これ立ち上がりくね。いいね、これでも。何がいいの？なんか圧迫感があって包み込まれとる感じ。一人でやっても寂しくないみたいな。そんなメンヘラな女やか。また俺一回服脱いでみるな。やばい、服脱ごうとしたらすげえ、もう水が浸透してくる、きとる。やろね。待って、これやばい、脱がして。迷子。え、どうやって？前脱がせ、引っ張れ。ちょっと、胴体にスライム出たら冷たい。やばい、今固まってきた。いい感じになってきた。やばい、ほんとやばい、これ。せーの。これでも体おかん。え、でも全然前もちょっといけない。でも下から下からいけ。あんたみたいに明るくないから。もう持ったくるぞ、ラストの枠。で、前も顔上げるよ。いくぞ、すくえ、せーの。はい、ということで、あれから10分ぐらい経ったんですけど、もうなんかすごいスライムが固まった放射で。ねえねえ、お兄ちゃん、あんまりその喋って、ここに唾飛ばさんといて。何？重力ほんとやばい。さっきともネバネバ感違う、一回上げてみないか、ほら。無理やって、ありえねえって重すぎて。待って、これ順調じゃない、くるくる。ねえ、ちょっと、これ足の置き場所決めんけ。お前、こっち側にするわ。オッケー。痛い。なんかヒロとヒロ引っ張り合っとるみたい。そう。痛い。でもあんたやっとで前とこんなゆっくりお風呂入りたい。いやいや、もうお前の風呂なんて覗かんとけばよかった、心から。だからこんな羽目になっている。うちらこのまま生き埋めになりそう。もうきっとね、重っ。重たそう。見てこれ。もうなんか体全身がもう固まって硬直しとる。そう、前も硬直しとる。多分筋肉痛になるで。これ絶対やるわ。いいトレーニングになりそうじゃない。なりそう。全身の筋肉使うからこんな感じ。運動とかしたらすごいことになるね。あのドラゴンボールで言う、なんて言うの、戦士と時の毛、海洋性や。そう、それ。まいちゃんを救うと世界が平和に。まいちゃん、ピーナッツが好き。これ何のマネやと思う？スパイファミリーやろ。そう。うちは何ファミリーや。詐欺ファミリー。多分女の子の握力じゃ持ち上げられん。無理。全身スライムにしちゃうの夢やったけどさ、こんなにきついもんやと思うと。気づいたらズボンもさ、これ取れてきとるもん。ガチャガチャゲーム。ほら、お母さんガチガチよ。
用意したら見て。ほら何これ。ガチャガチャ回して出てきたやつをあんたたちが罰ゲームせんねん。はぁ、ここに置かなくても罰ゲームなんて。お前さ、お母さんの手くんだ、もしかして。噛んでないわ。お母さん何かあろうかと思ってガチャガチャを買っといてん。じゃあ前の段からやろ。お前これ資産の上限に合わせたお前のせいからな。わかりました。この非日常なドメスティックな日々に送りやがって。ドメスティックな日々もたまにはドキドキしていいでしょ。はい、して。はい、何が出てくるのか。あ、パパ、メントスコーラ。ねえ、スライムにメントスコーラ混ざるの。エグすぎだろ。ねえ、冷たいの。はい、冷たいな。え、嘘だろ。え、しょっぱなでやばない。ガチやばい。これ絶対風邪ひいた、俺。タク大丈夫？待って、滑っ。どうしよう。え、見てる音出た。どうするのこれ。どうもできんやろ。待って、ちょっと今思って一つ思った。これさ、体ペタペタになる。お前頭部でペタペタになるし、しかも風呂も入れんやんけ。コーラの匂いする。なんかコーラとスライムが分離しとるね、ほんとに。待って、ということでギャラクシーでですね、まいちゃんのスライム予想撮影していきたいと思います。イエーイ。ギャラクシーってすごい画質いいからね。お前なんか汚い歯、なんか、え、なんか強制で今綺麗にしとるから、やっぱり女子力を高めるためには歯も綺麗にしないとね。ほんとにブサイク。えぇ、ー、ダメだ、見せるといて。これ暗いところでも撮れるからめっちゃいいやん。うわー、やっぱこれもうほんとやばくない？こんな中で俺ら生活してるんですよ。これほんとに鬼畜かもしれない。今までやった企画でトップ3に入るかも。やばい。絶対入る。苦労のトップ3に入る。でも一番今までマイがやった中で一番今まででやばかった企画は24時間泡風呂生活だから、これもお風呂の中で生活が絶対きつい。いや、泡風呂系の企画最悪ねんな。そうそうそう。次の罰ゲームいきます。俺のターンです。はい、出ました。マイのターン。妹の罰ゲームのターンです。何、何て書いてある？自分の1万円沈める。はぁ、絶対あるし。まいちゃんの財布から1万円持ってきました。やだやだ、ちょっと待って、やめて。ああ、沈むのが。え、やめて、絶対沈めといてよ。上からプラス。あ、じゃあもうちょっと。はい、出ました。じゃーん。はい、手を挙げて。次なんやろね。破れたんですけど、クラッカー。じゃあクラッカーいきますよ、せーの。うわー、うわー、あ、うおー、あ、なんかちょっとゴミいっぱいついてきた。いっぱいついた。こういう罰ゲームか。前のターン。頭を突っ込んで息止める30。ギャラクシーで君がスライム風呂に潜る様子を撮影するよ。いきまーす、せーの。全然。やばい、超高画質でお前が映っとる。これはギャラクシーの性能です。あ、なんだろう、なんかね、カッパさんの時分やん。カッパさんの時分やね。お前顔ほんとやばい。もうこの世のものとは思えんぐらいブサイク。頭かぶった方がいいんちゃう、お前。これでスライムは取れたやろ。スライムはしい。もう一回いくよ。うわぁ、まいちゃん気分はどうですか？はい、次のカプセルいくよ。自分の財布の中の小銭をすべて埋める。俺のターンやね。要 YouTuber のくせにこんな小銭しかないんやで。この小銭でさ、お前弁当食えんぞ2個ぐらい。俺おとといパチンコ巻きてもう小銭しかないんで、給料日お前あと3日間これだけで過ごしていかないんや。それだけしかなくてここに埋めたら何億円となる。うわ、行くぞ俺ら。あちょっと、何したの？すぐ拾って。ほんとやばい、ほんとやばい、これ。やばい。て、俺なんかさ、今気づいてんけどさ、パンツなくなったかもしれない。えぇ、なんでパンツねえかも。え、嘘やん。パンツね。ほんとに？うん、ほんとに。今日は大変な日だな。ほんと大変な日、お前のせいでな。糸巻き巻き、糸巻き巻き、聞いて聞いて、トントントン。次は前のターンです。開きました。はい、次前のターンいきます。はい、トランプ対決、負けたらスライムかぶる。じゃあトランプ大きい数字いいね。手をかかっちゃうね。あ、わかりました。で、負けた方はスライムかぶらんな。わかった。せーので、はい、何？あ、7です。2です。前勝ったやん。やった。ギャラクシー ST-NT2 フルトラで取ってあげる。黙れ、くさやろ。うわー、もっとかぶって。おお、男気だね。こんにちは。わ、かわいい。あ、やばい、もう頭まで寒くなってきた。はい、次行くよ。信じ、電話マジで。もういいよ。待って、私、社長かけ、社長、これ、社長、今、社長のこれが一番恵みや。あ、社長、
違う違う排水口やばいって。あ排水口がやばい、ここダメだ。ラップラップやって、あの家の下に、このカメラの下の排水口のところにスライムが落ちてて今大変なことになってます。排水口がもうなんかダメになるらしい。ダメになる、これいいから。ちょっと今私何もできん。ラップちょうだい、お願いやし。さっきのクラッカーの銀がすごい入ったんやけど出れん。どうするのこれ。だからいいね。どうするの、あんま考えてねえし。やばどうするの。いやスライムどうやって捨てるのこれ。何だ、これ風呂だよ。風呂も買えよ。これスライムどうやって捨てるの。これ家の風呂も多分おじゃやぞ。風呂入れねえ。どうはい、行けよ、次行けよ。ねえ、やばこの家族。もうやだ、俺こんな家に生まれたくなかった俺。いや、こっちのセリフよ。おめえのせいあるや。お前先に生まれた。じゃじゃーん、こーりー。ちょ、やっただ。やだ。もうやだ、マジか。もう無理俺これ。俺こんなことするためにドアドアしてないって。いやいや。もう引退しちゃう。冷水シャワー。まえごめん。いけほら冷水シャワー。冷水だよ。冷たいよ。早くお湯に浸かりたいね。はい次行くよ。なんで自分でこんな企画を提案してしまってんの。熱湯シャワー。次、前のターンです。髪の毛を緑色に塗る。スライムの色素を頭にぶっかける。いや、マイセット。そういうことやって。やばい、髪染めたばっかりいくの。大丈夫、相馬さんになるよ。やだよ。風呂ダメなのかもしれない。なるかもしれない。嘘、壊れるけ。直さないよ、あんた。お前直せ、自分。やばい、でもいいの。お前が計画したことやろ。お兄ちゃんがもともと覗いてきちゃったのが悪いやん。いや、そんな覗かせるような妹演じてるからダメ。いや、覗かせるような。緑色来たよ。やだ、緑色の色素をかけます妹に。どうなんだよ。やだ、それ本当に。あ、今まで言うとる。ほらなんで落ちんかも。顔落ちるかも。ちょっと早くシャワーかけて。ちょっと油性なんやこれ。さあ待って、歯緑色になってない。え、やばい。洗ってない。大丈夫や。全然大丈夫。あ、しようで、ちょっとお風呂ダメになるか。うん、なんで、どう排水口がダメだね。知らんよ私。あ、トイレしてる時どうすればいいんやろ。この中で漏らすしかないやろ。バカ。頭を突っ込んで息を止める30秒。オリアンキーや。やったー。ギャラクシーで再び潜ります。いくぞ。せーの、うまい。おお、やば。もう耳が聞こえん。なんか顔面ストッキングしてみたいな顔なとこ。ごめん、もう俺風呂のぞかんわ、お前の。ああ、やった、よかった。そう思ってくれることが願いでした。そう、これが願いだった。うん。もうお前の風呂なんてのぞかんわ。よし、よかった、よかった。もうお前なんてどうでもいい、嫌い。やったー。お前の裸なんて興味ない。皆さん、目標を達成しました。ありがとうございます。どうすんの、これ。次行くよー。まえちゃん、ちょっと疲れたし、寝んけ。寝よう。うん、疲れたね。どこで寝るの。ここで寝るわ。いや、えらいじ。一日ずっと、今日一日は生活するわけやろ、24時間。まあ結構、スライム圧迫感もあるから布団の代わりになるよ。じゃあ一回寝るか。うん、休もう。これもう本当辛いわ。じゃあ、電気消しよう。うん、お願いします。電気して、もうちょっと多分夕方やるし、ちょっと寝よう。とりあえず休もう。1時間半ぐらい寝、2時間か。したら多分夜になると思う。おやすみ。おやすみ。あれから2時間経って夜になりました。起きろ、マイ、おい、起きろ、夜やぞ。ちょっとオレンジ色の服着ました。寒すぎて途中で。寒いね。寒い。本当。もっとどうすればやるの。まだ寝ていい。ああ？まだ寝ていい。どういうこと？眠いまだ。あと5つ罰ゲーム残っとるんぞ。ねえ、それ乗り越えたらもう終わり？しばらくは寝とらんない。だって今日の夜一晩過ごさない。はい、二人ともおはよう。はい、続きやります。お前らおったん、パパ。ババア？ちょうどそろそろ起きる頃かなと思って来ただけやけど。何か。ババって言うな。また罰ゲーム続けるな。当たり前やもんね。カチンとる。いくよ。結婚指輪沈める？誰がこんなもん入れたん？知らんかな。お母さんこんな作ってないよ。あ、親父とお母さん結婚指輪沈める。ふざけんなお前。誰がそんなん書いた？お母さん書いてないよ。何もお前取れんて。結婚指輪を沈めるってどういうことだ？何でもならないからよ、お前。おい！ということで結婚指輪沈めましょう。
この指輪を沈める。おい、なぜ沈める？やめろ悪くそ。お前らどうせいつ破局してもおかしくないろ。何これって言ったろお前。いくらしたんこれ。120万するんぞ。これ120万すん。おいや、おい、何回やってると思うとるんで。はにゃ、おい、スパイファミリーであったシーン、これ世にも奇妙なファミリーバージョン。ふざけんなよ。こうやって手榴弾プシュッつって。プシュじゃねえわ。バーン、あ、手榴弾のこのあのリングの部分をこうはめる。まいちゃん、僕と結婚してください。はい、わかりました。やれんなってお前。おい、ということで沈めます。おい、ダメだ。やってもうた。ふざけんなお前。おい、どこ行ったかわからんかった。わー、どこ行った。もう信じれんわこいつ。やっとれんわ。顔映っとらんけど。いらんの指輪なんて。わさない。え、いらんの。ほうほら、お父さんしか大切に。おい、うわー、お父さん、え、お父さんとろ、お父さんとの思い出はいらんが。いらんもん。一年一三九。もう思い出いっぱいあるから十分ね。そうだ。その指輪で、指輪の一つや二つでダメにならんねん。そうそうそうな。さっきな。俺指輪ちょっともう質屋持っていく仕返せな。マジで。ああ、質屋持っていく。俺買ってんじゃん。俺別にいないよ。お前もう。なやその言い方。質屋買って。あ、じゃあ今。50万ぐらいで買えるやろ。気持ちなんかどうでもいいわやっぱ。返して。もうなくなったって。いい加減しとけ。ないよ、もう。もうないよ、ほら。次行く。本当になくなった。うん。はい、次行くよ。ドルルルルン。この極寒のスライムプロ空間の中で食わなきゃよ。無理ねんけど、もうやめてくれ。まあ、さ、寝たらめっちゃ体冷えんだ。前もうあったかいストーブの前にココアのみたいなになんでこんな寒いところで。はい、どうぞ。あんたも食べる。俺食わんって、こいつもだよ。どうですか。寒い。え、どうげ、もう糖質そう。一口で勘弁してやるか。いや、もう一口勘弁。極寒は本当にこれ想像以上に、皆さんこれ見てるより想像以上に辛いですからね。本当にもうこれやばい。はい、次行くよ。耳かゆい。わかる。耳なんか、しかもなんか塞がってるスライム。顔を緑色に塗れてました。スライムで顔に緑色に塗ればいいんだ。あ、まいちゃん塗ってあげるよ。あ、本当にます。やってくる。かわいしょ。最悪。かわいしょ。また目ほらと開かんくなったやんけ。かわいそう。じゃあこれちょっと取ってって。無理やって。はいはいはい。見えんげんって言えよ。気持ち分かってないよ俺の。あんたの気持ちなんて一生分からんわ。おめえも入るよバーバー。なんでクソガキ。お前まで入らんげんって。自分だけなんかあの生き生きとなんか企画進行して。あ、腰痛い。お前も結局前と一緒に組んどったんじゃねえんかよ。いや、お母さんは用意しがかりね。え、なんかひどくない、あんた。ひどくないよ。いつもあんたに意地悪されてるから仕返しや。最悪、ほんとありえ。頭を突っ込んで息止める30秒。はい、君です。いきます、せーの。さあ、突っ込んで、もっと突っ込んで。すっげえ踊れとる、お前やば。おい。やばい、どうですか気持ちは。もうスライムと一体化してるやろ。もう俺もそんな気持ちやからな。ねえ、なんかそろそろお腹空かんだけ。すいた。めっちゃすいたよな。でもこんなベトベトな顔で食べたくないよ。だ、食べんな。だって俺ら死ぬってもうガスするって。目開かんねんけど。あー、社長持ってきてくれた。どうぞ、お久しぶりです。気が利くわ。冷えた体にはやっぱりカップラーメンよね。俺シーフードヌードルがいい。ずる。この冷えた空間にカップヌードルは最高。いただきます。やっと食えるぞ、ほら。やっと食べれます。うまっ。美味しそう。やば、メシうまっ。やばい、うまっ。めっちゃうまくないまして。ここまで食料求めたことないわ。待って、めっちゃ美味しいんですけど。日曜日なのにさ、今日会社休みなのにさ、朝っぱらから叩き起こされて、すぐに風呂連れてかされて、こんな寒い中でずっと生活しとってんぞ俺。足仕事やぞ俺。この生活終わってからそのまま仕事行かなきゃいけんぞ。言うて前も学校の課題いっぱい溜まっとる。よくこんなことする気になったな。うん。どうしてもあんたにお風呂入ってほしくなかったためや。あ、これからの娯楽のためにこんなきつい一回なんて朝飯前や。お前はだから毎日ゆっくり風呂入りたかったやろ、うん、俺にのぞかれずに。うん、やっぱ社長作ったカップラーメン最高。そうやな、俺のエキス入ってるからな。来たね。行くよ次。お前洗濯バサミで顔を挟むやつ。どういうこと。行くよ。痛い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 。ラスト1個のカプセルの罰ゲーム。だからクラスター出た瞬間にさ、スライムに付着してなんかめんどくさくなれんな。うん、ほんとにそれな。この罰ゲームあったらもう最後普通に生活してんやろ。いいよ。だから要はスライムプロで最後もう生涯終えればいいだけや今日。はい、で、お風呂もう入ってくんな。覗くな。行くぞ。行くぞ。3、2、1。わー、くー、あー、
もういいし、こっから俺もうゆっくり過ごすわ。え、ここで過ごすのまだ。もう今から寝るって。明日早めに出勤しますね、俺。あ、待てよ。風邪ひくなよ。あの、ガラルチューじゃ、明日僕営業ですか？何しに行かないといけないですか？明日は見積もり作ってもらわないと。じゃあおやすみー。おやすみー。決してこの夜どうやって過ごす？この夜はもう寝るしかないだろ。やることなくないもん、何も。やることもないし、こんなとこで携帯も触れんしね、あんまり。とりあえず寝る位置決めよう。陣地決めさせて。陣地決め。こうやって寝るってことや。あ、そうしよう。え、この風呂から出たらダメってことやろ？そうです。あ、ちょっと待って。何？たまに溜まった、あの、おトイレがした今。え？寒い。もう寝よう、早く。はい、おやすみなさい。じゃあ寝る陣地だけ決めよう。だから決めたよ。おい、邪魔ちゃん寝るか。うん。おやすみ。おやすみ。どんな夢見れるここで。スライムに埋もれる夢。うん、ほんと最悪や。明日風邪ひくやろうな。でも仕事やしな。お前明日大学。明日は大学ある一限から。おはよう、あんたら朝だよ。寮、会社行かんないよ。マリ、学校、起きんかいねん。おーい、起きろって。何熟睡しとるわ、こんなとこで。すげえな、あんたら。体の感覚ね。なんで気持ちよさそうに寝とったほうがいいんだ。違う、なんか、体がなんかおかしいんや、なんか。なんで頭がおかしいの？固まって、マイコ、体動かんくない今の体勢から。動かん。やばいな、これ。あんた目の下、ここまで来とるよ、あんたら二人。やるか。カピカピねんけど、顔。違う、ガチ、これ冗談抜きで、これ本当に視聴者さん、カメラ撮れてる？カメラ9時間回り続けとったよ。9時間このままやった。待って、これ本当に冗談抜きで、見て、肩動かんねん、これ。この手動かんねん。待って、もう上がっていいの、これ。大丈夫なの？上がっていいのっていうか、お前が指示したやろ。上がってください。痛い、体固まってる。待って、24時間スライム風呂生活終了です。あー、終わった。え、ちょっと待って、やばい、これめっちゃ冷めるやん。これから会社行かないんぞ、俺。はい、会社行くわ、俺。お前大学行くわ。はい、今日は妹のせいでスライムプル生活をしましたけど、めっちゃしんどかったですね。しんどかったですね。なんかちょっとしたトレーニングやったやろ。うん、筋肉ついた気がする。ただスライムプルの色は綺麗だったし、動画綺麗に撮れましたよね、ギャラクシーで。うん、こちらギャラクシー S2 エンティティウルトラ、すごいです。名前もかっこいいね。めっちゃかっこいい。でしかも動画撮りやすかったよね、すごい。うん、なんかね、すぐ。あとさ、なんか前動画撮っとったら一回一時停止して止めることもできるんやん。あ、そうそうそう。そう、すごいよね。普通やったら動画撮っとって一回止めてまた次動画撮らないやん。やけど一回止めて、あの、また再生できるんやん。あ、いや、動画を、その撮影を継続することができるんやん。そうそうそう。すごいね。カメラ、ムービーとか撮影とかのクオリティもすごい高いんですが、一番すごいのは暗いところでもこれはっきり映すことができるんやん。ほんとそうやってよね。お風呂場の暗い夜になってもすっごい綺麗に映っとったんやん。やし、もうなんか本当に暗いところでもめちゃくちゃ綺麗に映すことができるんやん。今のギャラクシーってすごいね。ガラケーの時代から比べてどうけ？ガラケーなんてカメラなんて全然やったし、動画なんて以外に撮れんし、メールしか使ったことなかったもん。だってさ、あなたたちの頃ってフィルムカメラ使っとったわけやんけ。そうそうそう。だそういう時代と比べたらどう、これが手軽に使えるって。時代の進歩ってこの20年ですごい早かった。だからこれがもうトップ。いや、あと20年経ったらどんなの見えるのと思って。ほんとにね。ってことで今からナイトグラフィー撮影をしてみます。ナイトグラフィーモードで撮影するとすごい綺麗に映るんです。昔カメラなんて電気ないとこやったら使い方しない。やっぱそうなんや。そうよ、真っ暗やったもん。こっちは普通のカメラなんですけど、比較すると分かると思うんですけど、めちゃくちゃ綺麗に映るんですよ、薄暗いところでも。うん、すごいね。いや、そんなカメラができたなんて素晴らしい。お母さんそれ欲しい。なんかさ、あのお祭りとかの暗いあのイベントとかでも大活躍しそうなカメラやね。いやね、マイいるんじゃない？欲しい。今年こそ彼氏作らんな。せ、彼氏作ってお祭りデート行って、ギャラクシーのそのカメラで撮影するっていうエモいことしたい。あ、いいね。俺も彼女とさ、あのいい綺麗な写真撮りに来てわ、夜の。なあ、お母さんパパと一緒に花火でも見に行って、そのカメラ使おうかな。あ、それでも携帯使うわ。あのね、さ、あの仲悪いのさ、あの復縁しろや。こんな暗い場所でもお母さんの顔綺麗に写っとる。写っとる写っとる。前の顔は写っとる。かわいい。どっちの方がかわいい？うん、そうやな、それは前やな。へぇ。明日からご飯抜きな。手ぶれ補正も聞いとってめちゃくちゃいいね。なんか振動とか起こっても、じゃあ下手くそのお母さんが撮っても綺麗に写るってことだ。あ、そう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 、そうやね。いつも下手くそやもんね。うん、まあまあブレブレやもん、いつも。だからこれを使えばきっと懸念取れるよ。じゃあそれにしよう、うん、いいな、量買ってよ。すごいでしょ、新しくなったプログレードカメラで、夜間でも日中のようにクリアで細部まで鮮明な写真と動画を再現しとる。さらにノイズを最小限に抑えつつ多くの光を取り組む大型イメージセンサーによって映画セットのようなライティングが可能になります。映画のように撮れるってこと？そういうこと。どうしよう、ハリウッド女優になれるかもしれない。それはできんけど素敵に映るよ、きっと。
ね、ドラマ調に映る。なんか映えるかもしれんね、顔も。それやったら友達といっぱい映え写真も撮れるし、映え動画も撮れるし、最高やん。セルフィーカメラも進化しており、暗い場所でのポートレートモード撮影も鮮明にできるんや。暗いところでポートレート撮影ってできるんや。そう、すごい。ちょっと一回暗い場所このまま行ってみよう。はい、ここは明るくてまだ大丈夫なんですけど、はいはい、こんな暗い場所でも前の顔きちんと見える。見てみこれ。え、すごいすごい。すごいやろ。こういうことね。そう。え、お母さん、じゃあマジマジマジ見てみたい。見てこれ、お母さんなんか濡れとる。うわ、すごい、めっちゃ綺麗。服濡れとるのもしっかり映っとるよ、スライムで。スライムの前のせいや。うん、めっちゃ綺麗に映っとる。こんな仏壇のさ、すげえ暗い心霊的な部屋でもここまで綺麗に映せる。めっちゃこの繊細やね、色とかもね。ちゃんと映っとるよね。ちゃんとしっかり映っとるね。綺麗。二人並んでみて、うん、いくよ、ほら見てみ、めっちゃ綺麗に映っとる。なんもいいな。うん、めっちゃくちゃいい。なんか今まで見とったカメラとなんか違う、ね、夜こんな綺麗に映るってすごいすごい。しかもこれ携帯やからね。そうね、だからあなたたちが20年前使っとった携帯でこんなことできんだやろ。夜なんて全然撮れんて。うん、うん、すごい。あ、お父さん来て、ほらこうやって暗い場所での家族写真もしっかり撮れる。マジか、すごいな。え、撮れてんのこれ。いやこれすごいな、綺麗やろ。うん、めっちゃ綺麗。夜でもこんな風に映るんやよ。すげえな。このここさ、普通のカメラやったらさ、この部屋マジ真っ暗で全然夜映らせんげんて。照明高いと真っ暗もんだって。そうそうそう、でこんな綺麗に映る。電気一つつけてないんですよ。そう、すごい。え、じゃあさ、これからのサムネ撮影もライトなしでこれ一本でいけるやん。ああ、いけるいける。これでやればいいと思う、うん、もう全部スマホだけでいける。ほんまにめっちゃこの暗いところでも撮れる、撮影できる。これ普通に俺もサブカメラというかメインカメラで使えるわ。このギャラクシーの本体の左側にスタイラスペン、 S ペンが内蔵してるんや。これ左こうやって押したらペンが出せるんやけど、このギャラクシーのスタイラスペンの持ち手にボタンがあるんですけど、このボタンを押すとこのカメラに触れていなくてもボタンをポチッと押します。そうするとカメラが撮れるんや。何やの。要は集団で集合写真とか撮るときにこのペンを使ってカメラを撮ることができるんよ。え、すごいよ。めっちゃいいやん。すごいな。じゃあ置いてここポチッと押さなくてもカチッカチッカチッってできるんや。そういうこと。めっちゃこの機能いいよね。ほら見て、ここのボタンを押せばいいだけ。ただでポチッ、ほら。めっちゃ欲しいんだわ。欲しい、マジ欲しい。これ最強な機能じゃない。ちょうだい、ちょうだい。ここにギャラクシーがあるんですけど、このペンがあれば離れていてもいくよ。はい、チーズ、ポチッ。ほら、おお、すげえ。見てこれ、最強のペンじゃないこれ。あとペンを抜けばすぐに手書きメモ帳を使うことができるんや。マジ、便利やん。メモ欲しいなってなったらこう取り出してすぐにメモすることができる。こうやってほら、なんかメモ帳っていちいち出すのめんどくさいし、どこ行ったかわからなくなるやん。そう、でも携帯は絶対おるやん、あるやん、絶対いいわ。これめっちゃもう現代社会のもうプロフェッショナルやな、もう最高潮。素晴らしい、素晴らしい。もう科学の結晶よこれ。こういうものが出てきたらもうさ、紙のメモ帳なんて使わんて。 Bluetooth 内蔵でリモコンとしてさっきみたいに使用できるし、めちゃくちゃ便利ねんて。これがまた最強、 Galaxy ST22 Ultra。 めちゃくちゃ便利です、すごいので、チェックしてみてください。詳しくは概要欄をチェック。チェック、必ずチェックしろよ。チェックしてください。しろ、もうこれ本当に便利、めっちゃいい、うん。じゃあ最後ギャラクシー S22 Ultra で終わりのピーナッツをどうぞ。ウルトラピーナッツ。